まあいろいろあのベースの話をやってたりするんですけども、まあこれフェンダーのベースなんですけども、フェンダーのジャズベースっていう、まあフェンダーに限らずまあジャズベースっていうのは結構有名というか結構使ってる人多くて、まあ最近はプレベ使う人、プレシジョンベースっていうのを使う人も多いんですけど、まあ大体みんなフェンダー、まあこれもな時代時代で結構変わってくるんですけどね。なんだけども、最近は割とフェンダー、ちょっと前のだから10年ぐらい前かな、7、8年、10年ぐらい前とかのギターロックの時代とかだと、もう本当にみんなフェンダージャズベースだった時代っていうのもあったりとかして、最近はね、キングヌーとかあの辺のなんかさ、ああいうヒップホップっぽかったりとか、割とああいう風な16っぽい感じ、7、8年前とかは割と16が全然なかなかあの流行ってなかった時代で、そんなことをやるバンドも全然なかったんで、全部なんかこうピック弾きの8でジャズベイで弾いてたりとかしたんですけども、最近は16でプレベイとかでこうポッポッポッって感じやったりもしますけども、ジャズベースってこうピックアップが2つついてるんですよね。こうリアピックアップとこうフロントピックアップで、これにこう一個ずつ、まあ機種によってフェンダーは基本的にこのパターンだったりまあ多いんですけども、まあいろんなやつとかだと、まあこれがだボリュームとなんかバランスってまあ前後のなんかこう調整できたりとかで、まあこれはまあトーンって、まあ両方のやつをトーン、音を、まあこのパシブってのとアクティブってのがあって、まあ電池が入ってるか入ってないかって話なんですけども、でまあこれは電池入ってないパターン、パシブって一番昔ながらのパターンのベースなんで、これのトーンっていうのはこれをトーンを絞る、音を丸くするっていうのがはついてるんですけども、さらにブライトにするっていうのはついてないんです。これ電池がないとそんなに音は明るくならないというところでですね、まあそんな感じです。で僕の場合はこれの2つあるんですけども、フロントしか使わないんですよ。フロントってのはリアだけってなると、わかるかな音がすごく細くなるんです。まあそれはだから、ここのこっちがフロントで、こっちの方が弦がこう、いっぱい震えて、こっちはちょっとしか震えないじゃないですか。この辺はちょっと本当にもうここで止まってるからちょっとしか震えない。だから本当はだからここが一番この12フレットとか、まあだからこの押さえてるとこと、ここのこのナットの部分の、このナットじゃないや、フレットの部分、違う、ブリッジの部分、それのちょうど真ん中のところが一番まあ太い音をするんですけども、まあ人によって大体弾く場所は決まってて、僕の場合は大体まあ、このフロントピックアップの上、この4弦とか弾くときはここのフロントピックアップのここの出っ張りのところに指を当てて、それでここの上みたいな感じで弾いてたりします。でこれを両方出すとですね、フロントだけだと両方出すとスマホで撮ってわかるかな何かね、だいぶ違うんで、だいぶ違う、まあそれでもだから気がつけなきゃ全然わかんないんですけどね。なんだけども、実は音が細くなるんですよね。これ理論的にもそうで、こことここの距離の波長の倍数の分のだけで打ち消し合う波の成分が必ず出てくるんでっていう、そういうなんかまあ波動学の世界なんですけども、そういうのがあったりとかして、まあ一番わかりやすいというかね、まあわかりやすくもないんですけども、ギターでストラトキャスターってのがあるんですよね。でストラトキャスターってのはさらにもう一個ついててですね、ここの辺とこの辺ともう一個ここにこう、ピックアップがついてて、でこれがここでこう、まあ一番古いやつとかだとこう3つ、こうフロント、センター、リアみたいな感じで2つ、3つにこう切り替えスイッチがついてるんですよね。でそれでやっぱり僕みたいな変なやつがいてですね、これをこうゆっくりこの、スイッチを動かすと、これ前と後ろ間だから、例えばこっからここに移そうとすると、こっからここに移すときにたまたまギリギリのところの間のところでちょうど止まって、その時はこれとこれと両方出る時があるのね。でその時にめちゃくちゃ音が細くなるんだよね。それと同じ理屈なんだ。だからこれ2つやったからって、普通はそのピックアップが2つ、1個より2つの方がパワーあるだろうと思って、まあ大体最初は
何も考えないと全部出すよね。僕も昔はそうだったんだよね。なんだけども、なんか二十歳過ぎぐらいの頃かな、なんか20代の前半ぐらいの時に、その先輩のベーシストで、僕がだからっていうか、そのベーシストの人がいたバンドをすごい憧れてて、ローディーとかずっとやってたんだ。で、まあ、あわよくばあのベースの人が辞めたら僕がそこの後釜になろうと思ってずっとこうやってやってたんだよね。そしたらなんか あわよくば、その人が辞めてですね、僕がこの後釜に入ったわけですよ。で、まあ結構地元では有名なバンドな感じだったんで、すごいレベルの高いバンドだったんですけどもね。で、僕はそんなバンド入るの初めてで。で、そこで初めてこうベースがぶっと弾いたわけですよね。その全然聞こえないのね。周りの人が音がすごすぎて、もうベースの音がヘナチョコで全然聞こえないんだ。で、その時、ドラマーが菅沼光三っていう、惜しくもこの間死んだ手数王っていうやつだったんだけどもね。あいつとは僕の二つ下で、ずっとだから、あいつが16で俺が18の時からずっとだから一緒になんか遊んでて、まあ一緒にバンドやったり、そうじゃなかったりってのをずっとやり続けてたってやつなんだけども。あいつね、だからそういうすごいやつだからさ、もう、まあ、もちろんウィキもあるし、まあ、世界的に有名なやつだ。そいつがその二十歳ぐらいの頃に出してる音とかめちゃくちゃ強力なわけだ。それで僕は全然太刀打ちしなくて。で、その時にその先輩の、ベースの人からそのアンプのセッティングが、まあたまたま同じベースのアンプ持ってたんで、同じセッティングにして。それもね、だからね、なんかとんでもないんだよね。なんか、ベースが10なんだよね。でもそれでやるとなんかいい感じになるんだ。で、ボリュームすごい小さくて、まあその辺とかもだから今となっては理屈としてはすごくよくわかるんだけども、まあそういうのはまた他の動画とかで説明しようかなと思うんだけども。で、その時にその人がそのフロントしか使ってないと。で、まあ音がちょっと太すぎる時にちょっと足すみたいな、なんかそういうふうなことを言ってて、で、要はだからこれを上げると音が細くなるっていう考え方でやってて、僕はだからそれもよくわかんなくて、とりあえずまあこの人が、守さんっていうのが、守さんが全部フロントでリア使ってないっていうのがそれで真似しようってバーってやって。で、ものすごいタッチが強いのね。で、たまに弦とか切るの、なんか、3弦とかがね、ペンってやったらなんかブチーンって切ってこうダラーンって下がっちゃうんだよね。なんでもう切れるぐらい弾こうとかって言って。とかつってすごいなんか弾いてたんだよね。でもね、なんかそれやっていくとだんだんだから本当に音太くなってきて、どれぐらいなんだろうね、なんか3ヶ月なのか1年なのか分かんないけど、だんだん使い物になるようになってきて、今はね、なんかそのタッチとかもだからこう力じゃなくてスピードだけでやってるから、でもそのスピードを出すためには、力が必要っていう部分があったりするんだよね。だからそのタッチとかで言うと、これもね、だから見えるかな、こう、実際に見るとね、すごいよくわかるんだけどもね、基本僕だからこう弾いてて、ずっと待ってて、弾く瞬間に上に行ってそこから下に動くんだけども、この上に行った瞬間にもう指が下に行っちゃってんだよね。だからこの動画だとわかんないかもしれないけども、指が動いてる瞬間が見えないのね。で、それはそのピック弾きとかもそうで、こっからここにこう行くのとこう行くの、これもだからこれ映像のせいでこう、なんだろう、間がちゃんと見えてないように見えるけども、これ実際見たら、本当にピックのこの、ここの場所からここの場所、こっからここの間のここの場所って全く見えないから。それはこの手首の回転を使ってるんだけど、まあ、指弾きの場合は何を使ってるのかよくわかんないんだけど、とりあえずだからその弦をどれぐらい早く、基本的にはその全ての楽器がそうなんだけども、その発音帯、音が出るところ、要はだからその音が出るところに手なのか足なのかよく、まあいろんなものがあるんだけども、まあ例えばだから空気と声帯だったりとか、まあいろんなものがあったりするね。まあ例えば弦楽器とかにすると、この弦に対してこう何かが当たって音が出るわけじゃん。その時にバイオリンとかだと擦ってっていうのがあるんだけどね、まあ、それも全部同じで、結局その弾く時のスピード、なるべくだからその発音帯に触れてる時間が短い方がいい音がするっていう、そういう法則を長年の経験によって見つけてですね、まあ、一番わかりやすい考え方で言うとですね、こうドラムのヘッドがあるわけですよ。ドラムのヘッドがあって、スティックの先があるんですね。で、これがこう上からこうビューンって降りてきて、こう当たるじゃないですか。で、当たってめちゃくちゃスローモーションで、ね、ビューってこう振るちょっとイエーイってカーンって言って、そうするとこのヘッドが下にキュッとたわむでしょ。で、これが当然このヘッドってのは上に上がってくるわけですよ。で、こう反対向きにこうなるわけですね。で、その時にこれが当たって、これが上がろうとして、こう上がってる時にまだスティックがいると、当たっ
って下まで行った瞬間にすぐにフィッていなくなると、ピューンってなってこう、フィッ、ウ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 ィッ、ってなるんだけど、これがピューンって、ウォッ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 ってなる。だから要はだからミュートになって、俗に言う、抜けが悪い音になるんだよね。で、それがだから全部そうで、このベースとかも弾いてる瞬間の長さが短ければ短いほど音の抜けが良くなるっぽいんだよね。で、あのプロトールスとかっていうそういうデジタルでこうレコーディングしてるやつで見たりすると、この触れてる部分と音が始まってこう減衰する部分っていうのがこう拡大するとすごく見えるんだよね。で、そこの触れてる部分の長さっていうのがあって、それがその学校で教えてる時のその生徒のやつ、それでも結構うまいやつだったんだけども、そいつと僕の指が触れてる時間が半分だったの、僕の方が。もうそれからそいつはもうものすごくだからスピードを上げるっていうことをすごい考えて、で、この指のスピードを上げるっていうのは最初は力ずくでやればやるしかないんだよね、結局。で、最初は力ずくでやって弦切ったりとかもするんだけど、僕もだからよく弦切ってたんだよね。なんだけども、なんかさって弦切って、さどうだ俺も弦切れるようになったぞとかって思ってたら、ボーカルの人にお前弦切るの下手くそやねんぞって言われて、まあ確かにそうだよなっていうので、そこからまたどうしようかなっていろいろ考えて、最終的にはそうやってなんかその力を抜いてもスピードだけが残るっていう考え方でやればいいっていうのが分かって、で、まあ特にこのピックピキの場合とかはだからこの手首の回転を使えばいいわけで、こうやって弾いてもダメで、こうやって弾いてる人でもこうなってんだよね、なんかね、弾く瞬間にこうなってる。だからこれはなんか単なるフェイクさ、あのシンバルとかもそうなの。シンバルもだからなるべくこうシンバルがあって、こうスティックが当たるじゃん、これがこうブヤブヤって動くじゃん。その時にここまだこうやっているとジャンボーンってなるんだけど、これはピーって言ってすぐにパーンってなるとシェーンってなるじゃん。シンバルスタンドってあるじゃん。あれがさ、上手い人ってこうやってパーンって叩くじゃん。だから上手い人ってこうやってやってさ、こうやってクタッドン、スッタスッタドン、スッタスッタドン、パーンってなるじゃん。こうパーン、ドンってこう叩いたと思った瞬間にもう戻ってんの。ずっと手がこうなってて、こうパーン、ツッドン、ドン、ドン、ツッドン、ガーンってなってんだよ。だ結局だから、それもだからここまで行って、そこからパッて叩いたと思ったらすぐにパッて戻ってくるっていうのがあって、それもだから結局全部の発音帯に触れてる時間が短い、しかもだから最小限の力しか加えていないっていうのがある。だから衝撃スピードは加えてんだけども力を加えてない。だからシンバルのスタンドが揺れないんだよね。だからこういうすごい細いスタンドとこうすごい太いスタンドがあって、全然音が違うんだけどね、そのシンバルスタンドにの太さで結構音が変わるんで、まあそれはまあ好みの問題なんだけども、なんだけども上手い人っていうのはその細いやつでも絶対倒れないし、下手なやつとかはこうやってバーンってやるとバーンって横に倒れちゃうんだよね。だそういうところで、またそうやってね、倒れるようなやつってのは音が汚いんだ。だからそこですごくよく分かったりする。だからその音が綺麗っていうのってそういうことだったりするんで、そんなことも考えてみたりしてください。はい、いろいろ、ベース講座と言いながらいろんな話をしてます。はい、ではまたそんな感じです。いろいろ話をまた直接したくなったら、レッスンを取っていただけるととても嬉しかったりしますけども、まあ別にお金払わなくても何かしら手段で、まあ YouTube のコメントだったりなんか DM だったりとかなんかそういうようなものも、別にリプでも何でもいいですけども、なるべく答えるようにするので、よろしくお願いします。はい、それではまた。